ルメイダはギニアビサウとポルトガルとデンマークのサッカー選手。ギニアビサウ代表。ポジションは DF。ギニアビサウのビサウに生まれ、6歳の時に母親と共にポルトガルに移住。しかし11歳の時に父親とデンマーク人のママ母が引き取り、デンマークに移住した。2011から12シーズンにヘルレブイフのトップチームで選手となった。 2013年に h b ーゲに移籍。2014年に SBA UFB に移籍し7月17日の UEFA ヨーロッパリーグ2014から15予選 FC カイラト戦で国際大会初出場。4日後にはデンマークスーペルリーガ初出場。2015年1月21日に中国サッカースーパーリーグのカナンダテ京足玉クラブに移籍。 2018年には FH、ハフナルフィオルズールに期限付き移籍。U-23 代表としては2016年に、オーバーエイジ枠で、リオデジャネイロオリンピックに出場。2017年5月末に、A 代表はギニアビザを選択。同年6月10日のアフリカネーションズカップ2019、予選、グループ K のナミビア代表戦で代表初出場、初得点を記録した。 ありがとうございます。